はい、皆さんこんにちは。今日は2023年3月の12日日曜日です。昨日ねプレミア公開の時にねライフルツイスターさんが来てくれて、なんとなくねチャットの感じでね今日伊豆に来そうな感じがしてたんで、ツイッターをねちょっと貼ってたらね、家の近所のセブンイレブンにどうもね休憩で来てたみたいなんでね、でバイクで出かけて行って、でねお会いして合流して、でそこでねシンチャンズ東京さんもね見えてね、で現在3台 でとりあえずねモビリティパークのところまで見に行こうかなっていう感じで走ってます。今日ねライフルツイスターさんはね WR の 250R がちょっとねフロントフォークがね不調ということでね、DRZ の250ですね。でね前を行くねシンチャンズ東京さんのねバイクは川崎のね D トラッカーをねフルサイズ化してまあ KLX 風にねしたバイクですね。それの3台でね現在走ってます。今日のね私のお供はヤマハ WR155R になります。よろしくお願いします。ここはね、もともとね、オフロードの車なんかが走れるね、モビリティパークっていう施設があったんですよ。まあ現在ね、もうなくなっちゃったんですけどね。そこで、ね、ちょっとね、様子をね、見ようかっていうことで現在来たんですけどね。まあね、ここでね、思いがけずね、白いリトルカブがね、コースの中にいたんですよね。まあダートパパさんっていうね、まあツイッターでフォローしてる方だったんですけど、まあね、アンダーガードもね、つけてね、タイヤもまあそれらしいものをつけてるんでね。まあ14インチのリトルカブなんで、まあ走破性はちょっと腹とかね、つきそうな感じはするんですけど、鳥居にね、ちょっと行ってみたいんだけど、道がわからないとね。まあそういうことだったんで、じゃあ一緒にね、案内するんで行きますかってことでね、現在鳥居にね、向かって走っていきます。まあね、出会った場所がね、ここですからね、とりあえず、都市川林道ね、上流の方から入って、抜けてね、で、まあ、中伊豆バイナリーの方を走って、でそこから坂下って、鳥居まで行こうかと、まあ、そんなルートでね、走ろうかと思ってます。まあね、リトルカブとはいえね、ピンクナンバーついてましたんで、まあ結構ね、スピードは出ると思うんですけど、まあなんせね、14インチのリトルカブですから、ダートでね、どれくらい走ってこれるのかちょっとわかんないですけどね。まあ、あんまり全力で走っちゃって、ぶっちぎっちゃってもしょうがないんでね。まあ、適当に後ろ見ながらね、走っていこうかと思ってはいるんですけどね。まあね、だけど、プレミア公開でね、なんとなくね、ライフルツイスターさんが今日ね、伊豆に来そうな感じはしてたんですけどね。まあ、たまたまね、ツイッター見たらね、2分ぐらい前のツイートでね、今ここのセブンイレブンに休憩に来たみたいな感じでね、書き込みがあったんで、まあね、支度はもともとしてあったんですけど、家から出てね、で、バイクでね、そこのセブンイレブンまで行ったら、まだ休憩中だったんでね、そこでね、合流して、で、シンチャンズ東京さんをね、待って、でね、3台で出かけて行ったらね、たまたまね、ダートパパさんっていう方にもね、またお会いして、で、どん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 ね、集団が大きくなっていく感じでね、現在ね、4台で鳥居に向かってね、現在、都市川林道をね、下って走っています。まあね、都市川林道はね、多分この一番上の沈下橋と2番目の沈下橋のね、間のこの辺りがね、一番道はね、荒れてるっちゃ荒れてるんですよ。ここをね、14インチのカブでね、走るのがどれぐらい厳しいかって言ったら結構厳しいと思うんだけどね、昔ね、19インチのね、250TR で走ってても結構厳しいなって思ったんでね、やっぱね、フロントがこのフルサイズは21インチですからね、でかいんでね、全然余裕なんですけど、まあでもね、普通にね、ついてくるんでね、まあ、ただものではないですね、きっと。最近はね、都市川林道もね、結構人気なんでね、なんかね、前を走ってるゼロの225だと思うんですけどね、追いつきましたね。まあ、前を走ってるね、このフルサイズのね、都
トレイル車に追いつくぐらいのペースで走っていて、でね、ミラーを見るとね、リトルカブそれでもついてきてますからね、まあ、なかなか頑張ってますよね。まあ、私じゃあまあリトルカブじゃこんなに速く走れないと思うんですけどね。だけどね、このね、フルエキマフラーに変えてからね、なんとなくね、ある程度ね、トルクの出方が良くなったのか、まあ、ごく低速はダメなんだけどね、ちょっと回してからのね、トルクが太くなったのかね、走りやすくなったですよね。割とね、ギアをね、上げてもね、失速しないでなんか加速していく感じがあるんでね。まあ、軽さも手伝ってはくれてると思うんだけど、だけどね、だいぶ良くなりましたよ。走りやすくなった感じがします。まあね、このね、フルエキのマフラーね、エキパイのところにね、ちょっとチャンバー形状のね、パイがね、膨らましたのがついてるんですよね。まあそのチャンバーがついてると SP 忠雄さんのね、パワーボックスみたいな感じで、あれ下のトルクが出るっていうことで売りなんですよね。まあそういう感じの効果があるのかわかんないですけど、割とね、回さなくてもね、そこそこトルク特性がね、いいような感じがしますね。だから今これ下りでね、普通に走ってますけど、そんなにね、エンジンをね、ぶん回さなくても普通に加速していく感じがしますよね。速いですよね、結構。前のね、セロ2253はね、追いついたらなんか急にね、加速してちょっとね、先に消えましたね。まあ、結構飛ばしてる感じだと思うんですけどね。でね、ここのね、ところでもうちょっと行くと、一番下のね、沈下橋になりますからね。一番下のね、沈下橋まで行くと、もうその先はね、まあ、かなりなフラットダートになってくんでね。まあ、フラットダートになってけば、リトルカブもね、普通についてこれるかなって感じはするんですけどね。まあ、どうも。ここでね、セローさんがどうも、沈下橋のとこで、写真撮影かな。今ね、じらっと後ろを振り返ったら、普通にね、ダートパパさんのリトルカブついてきてますね。ただもんじゃないね、あの人ね。結構ね、がれてるところをね、14インチで走るって結構厳しいと思うんだよね。で、リトルカブとか、あの年代のカブってフロントサスが普通のテレスコピックじゃないですからね、なんていうのかわかんないけど、あれってなかなかダートを走ると難しいよね。まあよく走ってくるな。まあそんな感じでね、まあフラットダートに来たんだけど、まあ後ろのね、ダートパパさんのことを気にする必要がもうないなって感じでね、まあ、結構これスピード出してもついてくんでしょっていう感じで今はもう走っちゃってますけどね。まあなかなかね、リトルカブ、まあカブでね、ダートね、私もね、走ったことないわけじゃないんだけど、やっぱりね、こう、がれたところにバーンっていくとね、サスがね、ちょっと違うんですよ。あのカブのサスっていうのはね、そば屋さんがね、昔のね、左手で、おそばをね、ざるそばみたいなやつを持ってで走っていくときに右手だけで運転できるようにね、ウインカーとかも全部右についてて、であとね、フロントブレーキをかけたときにフロントがね、ノーズダイブするとおそばをね、持ってて難しいだろうっていうことでね、ブレーキをかけてもね、サスが沈み込まないようなサスになってるんですよね。短いね、なんかスイングアームがついてるのか形っていうのかな。なもんでね、普通にね、アスファルト走ってる分にはいいんだけど、ダート走ってなんか、凹凸があった時にね、結構ね、ガツンってきたような記憶があるんだけどな、もうカブに乗ったなんていうのはもう、だいぶ前の話だから、どんな挙動だったかもね、あんまり覚えてないんだけど、でもね、そんなに走りやすかったとは思えないんだよな。まあね、14インチのね、リトルカブでね、走れるってことは、SJ ライディングさんのね、ハンターカブだったらもう余裕でしょうっていう、そんな感じがしてきましたね。もしかしたら SJ さんだったら、鳥居のね、上まで行っちゃうんじゃねえかなって感じがね、ちょっと最近してきたな。
SJ ライディングさんはね、もうこのね、都市川林道はね、リードで走破されてるんですよ。ですからね、もうハンターだったら余裕だと思うんですけどね。まあ、リードからね、ハンター株にタイヤがね、大きくなってますから、まあ、SJ ライディングさんのね、腕を持ってすれば、鳥居をね、越えて鳥居の奥まで行けるような気がするんだけどな。まあね、そのうち気が向いたらぜひ鳥居のね、上の方までアタックしていただけると嬉しいなとちょっと思ってます。まあ最近はね、ツイッターもね、結構富士山が見えるときはね、朝富士山の写真をアップしてね、あと昼がね、どっか食べ行ったときはその食べたものの写真をアップして、で結構ね、皆さんね、フォローしてくださってね、まあ、そこからね、いろんな情報が入ってくるのと、今ここにいるよっていうと、そこでね、なんとなくどっかで合流できたりね、まあ結構いいアイテムとしてツイッターを活用してるんですけどね。まあね、山に行ってもね、結構ね、なんか話をしてて、まあオフロードバイク乗ってる人にね、まあ鳥のあたりですれ違えば、会って話をすればね、ステッカーを差し上げてるんですけど、まあ差し上げた時にね、割と高確率でね、山田所長のことは知ってくださってるんでね、まあありがたいなと。まあ鳥居に来る方ですからね。まあどうやって鳥居を知ったのかっていうと、まあ YouTube で知ったとか、そんな方も多いでしょうから、まあ私は鳥居の動画を結構上げてる方なので、まあ知ってられてもね、おかしくはないんですけど、まあね、割とね、名前をね、知ってられるとね、まあ嬉しくなりますよね。まあそんな感じでね、もしね、この鳥居とか都市川林道あたりでね、青い WR155R ね、白いヘルメットでゴーグルですね、まあそれで走ってるね、ライダーがいたら私かもしれないんで、ぜひお声掛けをください。最近ね、またね、ステッカーもね、100枚もう配り終えちゃったんで、また新しくね、まあ、今度デザインは一緒なんですけど、もともとはね、山田所長のね、アイコンの部分が切り抜いてあって、そこだけ貼れるようになってたんですけど、もう今回はね、そこが切り抜いてなくてね、一体型で名刺サイズでそのままこうペタッと貼るようなスタイルのステッカーに変えちゃったんですけど、またね、たくさん作ったんで、またね、ぜひ見かけたら声をかけていただければ、ステッカーをね、皆さんに差し上げていきたいと思いますんでね、気軽に声をかけてみてくださいね。でね、今ね、都市川林道を抜けちゃってね、とりあえず今向かってる先は中伊豆ワイナリーですね。まあ、ここはね、ちょっとね、舗装路になるんですけどね。で、この中伊豆ワイナリーのところからワイナリー奥の林道とか行けるんですけどね。ワイナリー奥の林道に行く、ちょっと手前をね、右に結構急斜面みたいな坂をね、降りていくと、鳥居に向かって行けるんでね。まあ、ダートパパさんもね、違うルートからね、もう獣道みたいなところからね、リトルカブで行こうとしたみたいですけど、坂が登れんとかね、まあそんな感じで、ツイッターの書き込みはあったんですけど、まあ、普通のね、トレイル車でも嫌になっちゃうようなね、コースからどうも取りに行こうとしてたみたいでね、そりゃあなかなかリトルカブじゃ無理でしょうっていう、まあそういう感じなんですけどね。まあタイヤがね、どうもね、なかなかブロックタイヤのいいのが、リトルカブのサイズにね、ないみたいでね。で、タイヤ見たらね、もう明らかにね、ブロックタイヤじゃないんですよ。いわゆるね、スノースパイクタイヤのね、ピンを抜いたような感じかな。だからまあ、そんなにね、ゴツゴツしてるタイヤじゃないんで、まあ坂をね、すごく上がれるかって言ったらなかなか難しいかもしれないですけどね。だけどね、あの、カブ系のね、自動遠心クラッチっていうのはね、まあ、クラッチ操作はないですから、アクセルのね、開け閉めだけでそれで走れますからね、割とね、なんていうのかな、オートマ
車のねトルコンみたいな感じで、トルクをね増幅してるような感じなのかな。だから割とギア比の割にね坂登るっすよね。グリップすればの話ですけどね、扱いやすいし。だからそんな感じでね、割とね侮れないのかもしれないですね。だからあのタイプで遠心クラッチでタイヤがね17とか18ぐらいでね、でもう少しこう最低地上高があるようなね形のフレームに乗っければね、そこそこダートを走れるねバイクが作れるような気がするんだよな。私もね自分のねモンキーでね、まあタイヤがねちょっと大きくなってて10インチなんですけどね、まあそれでね旧天城トンネルのあのフラットダートは普通に走ったことありますから、まあ利賀林道はねでも一番上の沈下橋と真ん中の沈下橋の間のとこが結構荒れてるからな。あそことね天城トンネルと比べるとねもう全然天城トンネルの方がだいぶフラットだよね。まあそれ考えるとまあモンキーで利賀林道を、まあ、来る気がしないし、来てもねなかなか厳しいんじゃないかなって思ってるんでね、でまあ来ないんですけどね。まあそれを考えるとねリトルカブやっぱり14インチだからな、まあ頑張ってると思うんだよな。でもうこのね坂を降りてでねもう少し行くとね鳥になりますんでね、まあ、この坂ねどうだ、やっぱりこれもうカーブじゃ坂腕がないと降りれないよなきっと。これねフロントがね21インチあるんですよね、フルサイズのオフロード車って。前タイヤでかいからねもう多少のね石に乗っかっても何しても普通にさばけるっていうか勝手にバイクが走ってくれてる感じがするんでねいいんですけど、まあロード車になるとねサスのストロークもないから、なんかねちょっとした石にね登っただけでもね結構ねハンドルが取られるっていうか衝撃もでかいんでね結構厳しいんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、ここなんかねもう減速するのがいっぱいいっぱいな感じですからね、まあ、それぐらいの休憩車ですよ。でねまあ最近はねここの鳥居のね下のこの道もね車がね結構走ってる感じ、今工事ちょっとやってたんでね、なもんでね前と比べるとだいぶねこれフラットになったんですよ。前はねもうちょっと石がねゴロゴロしてたと思うんだけど、やっぱ車が走るようになるとね途端にね道がね良くなるんですよね。でねもう全然これ結構スピードを出せるじゃないですか。でもうねここからね鳥居までがねもうそっち道一本道で分かれ道がないんでね、まあどんだけダートパパさんをね振り切っちゃっても鳥居で待ってれば確定ですからね、まあ普通に気にせずまあそこそこの速度で走っちゃいるんですけどね、まあこれで果たしてねダートパパさんが私が鳥居に着いた時にすぐ後ろにいるかどうかですよね。まあ、後ろのねライフルツイスターさんは俺より全然ガチだし早いからね。あとね新ちゃん東京さんもね結構ねもうウィリーとかすごいからねあの人ね。だからこんくらいのねフラットなとこだったら多分ちょっとねここ道登ってるからね、私の155よりね彼らみんなフルサイズのね250だからね早いはずなんですよね。でね、もうなんとなくねこれ前走った時と比べると本当にねここへ来てもねフラットなんだよな、難しくなくなったよねだいぶね。まあそんなことをね喋ってる間にねもうちょっとでね鳥居に到着ですね。またこんな感じでね山を走ってたらどん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 仲間が増えちゃったみたいなね動画をねこの辺で締めたいと思います。またこんな動画をね見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。